お、かっこいいじゃん、スポーツカーが並ぶと。みんな元気？今日はこれ、スポーツカーのトミカ。まずはこれ、ホンダ NSX ロータスエボーラ、そしてシボレー コルベット。どっちとも外車だね。これはトミカフェスティバルで買ってきました。カトちゃんが買った白バイもトミカフェスティバルで買ったけど、僕はね、これが僕買いました。白と黒の車がいっぱいあるの。白と黒が好きなんだ。ギミックはドアは開かなくてサスペンションのみ。お隣のコルベットはダダン。これは前の1個だっけ。これは今のじゃなくてちょっと古いコルベットです。それでこのギミックはドアがいます。あとはサスペンションのみです。さあこれ開けてみます。じゃじゃん。お、なんか赤色の、赤色というか、じゃじゃん。おー、かっこいい NSX。 なんかね、すごい濃い赤、かっこいいな。これかっこよく光ってる。すごいかっこいい。これは後ろのライトが面白い形してる。前のライトと似た形だね。後ろのライト、これとこれだ。これはサスペンションのみだね。3台並べてみよう。お、かっこいいじゃん、スポーツカーが並ぶと。ちょっといっぱいスポーツカー持ってるから、いっぱいスポーツカー並べて、いつか YouTube でやってみたい。バラ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 って。じゃあ遊んでみます。こっちがブルブルガソリンスタンドのエネオスで、こっちがビルドシティのエネオス。ここちょうどこうやって坂になって行けるね。ここまで渡れます。じゃーん。50リッターぐらい入るかな。ドドドーン、入ります。よし、これは59リッター入るから50リッター。ツインターボで3モーターの球団変速のスポーツカー。発進、おー、バン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 。終わりました。
50リッター入ります。ガソリン50リッター入りました。みんなも遊んでみてね。ガトチャンネル、また見てね。